こんにちは、市村まさきです。少し前の動画でこのコードだけは覚えておこうつってスピッツのチェリーという曲のコード進行をそれだけは、まあ、覚えておこうよと。ファッヘルベルのカノンという曲と同じコード進行だから、それはダイアトニックコードという、まあ、C のキーでいう C、D マイナー、E マイナー、F、G、A マイナー、B マイナー、フラット5のそのドから始まるメロディーのドレミファソラシドを中心にした曲を歌っていくときにちょうどいい、一番いい純粋な美しいコード進行だから、それを覚えておこうっていうのをやりました。今度はそれを今日は逆にスピッツのチェリーという曲は知っています、知っていると。でもコードがわからないとしたらどうやってコードってのは見つけていくのでしょうかというお話をします。とりあえず C を、まあ、C キーから探していく方が一番手っ取り早いわけですよ、曲っていうのは。で C を鳴らします。でこれで君を忘れないの最初の音はどれかなと探すと、こうなりますよね。2弦の1フレットドですね。 C だからド、 C だからドっていうか、まあ、この曲は思いっきりド。2弦の1フレットからメロディーを探していきますよと。で君を忘れないの E が今度は2弦の3フレットになりますね。まあ、これはまあ、大体 C コードだったらこの辺を押さえるよねっていう、さっき言ったような C とか D マイナーとかで触ってるところを探していけばこれ見つかりますから。で、C から始まって、この音になりますね。じゃあ、さっき言ったダイアトニックコードのうち、ここを押さえるコードは何でしょう？まあ、D マイナーは一応。入ってます。 E マイナーは入ってません、こうだから。まあ E マイナー7だったら入るけど、 E マイナーはとりあえずはコードトーンの3つの音の3和音の中にはこの音は入ってません。 F は当然全然入ってません。で G はこの、アメリカ式な2弦の3フレットと小指を押さえるこっちの G で弾くとこの音入ります。ってことは D マイナーか G なのかいということで、その両方で歌ってみる。君を忘れない、おかしくはないけどあの曲っぽくないよね、 D マイナーは。ってことは G なのかいと。あったと。2個目のコードは G ですと。で、まあ本当はね、本当は B マイナーフラット5っていう音も、まあ7入れますけど、B マイナー7フラット5っていう音も、ここの音は本当は入ってます。でもこれは実は僕がいろんな本で書いている G と B マイナー7フラット5っていうコードは代理コードといって交換してもいいコードなんですね。それは5番目のコードと7番目のコードは交換していいよっていう、コナンくん、未来少年コナンで、あ、名探偵コナン、どっちでもいいや、コナンくんの5番と7番は交換してもいいよっていうコードなので、 G とこの Bm7 フラット5は音は似てるんですよ。だからまあこのチェリーという曲がね、こう C から君を忘れない、これで G だってことは一応発見はしましたけども、もしそれをその後にアレンジするみたいなことになってくときは、こっちの Bm7 フラット5の方でも歌えるんではないかっていう、君を忘れないっていう風にアレンジっていうのは
コードを交換してアレンジしていくんですね。でまあ今ちょっとアンニュイな感じにはなったけども、どちらかといえばよく出てくるコードの B 分の G、すなわち G カッコオン B っていうコード、これも Bm7flat5 にすごく押さえ方似てるんですね。一番低い音と肝心の音が同じ、こっちもこっちも同じ音、どっちもこの音って、まあ、ちょっと理論っぽくなってきたから今のはしょります。で、この音が G の音だからこうなりますよと。他の方法論でいけば、一番低いとこから C のこっちのドからこれ4弦の開放でしょ、4弦の開放を鳴らすコード G でしょ、一番最初に思いつくのはっていう、まあ2箇所でやるとより分かりやすいっちゃ分かりやすいですけどもねと。での最初のこれ最初こっち、この音ね、3弦の2フレットを押さえるコードは何でしょうって言ったら C じゃないよね、 C を押さえないもんね。で次 Dm押さえます。 Dm1 個候補その1ね。次 Em押さえません、押さえません。 F 押さえます、候補その2。 GG 押さえません、 Am 押さえます、 Am 候補3、候補3つありました。もうでも逆に言えばもうすでに3つに絞れてるっていうことですから、じゃあその今の3つを試していってみようと。君を忘れない曲がりくね、なんか違うね、Dm なんか違う。君を忘れない、まあ、ちょっと違うね、 F も違うねってことは、まあ Am だよね。君を忘れない、はは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 。今度は開放弦のこの音ってことは当然 F でもない、 Dm でもない、 Am は今使ったら Am ではないってことは Em か C かどっちかかなと、かなと。 G も使わないからね。今度は候補は2つですよと、 C に戻るか Em に行くのかどっちかしか候補はないので、カンカラント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 ン、まあ C だとなんか明るい感じに戻っちゃう感じがするなと。でも合ってることは合ってるんだけど、原曲はこっちじゃないような気がするから、じゃあ、Em マイナーだね。で今度はこっからここまでメロディーがね、タッ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 、メロディーがここに入るやつと、今度これ、これはもう押さえた瞬間になんか F っぽいじゃんっていうのもあるし、まあ Dm でも合うんだけど、これはさっき言った F と Dm は実は4番目と2番目のコードっていうのは西くんつって代理コードなので、実はここは Dm でも F でも本当はどっちでもいいけども、アレンジ次第というか、ベーシストがファを弾くかレを弾くかみたいなところでコード名は決まるから、ここは一応答え言っちゃうと F です。ほんでまた2弦の1フレットに戻ってくるでしょ、これはなんか戻ってきた感がするわけ、戻ってきた感がするから
C に戻る。Aマイナーもここは使うけど、ここは一回戻る感じのサウンドであるっていう耳の感触で音感をつかむと F から C と。でまた、はい、来ました。もう一回1弦の1フレットで、さっきも使った2弦の3フレットってことはもう F G で間違いないね。というふうにコードというものはメロディーも一応探ってみればコードは見つかりやすいっていうことと、もう一つはもう C で歌っていくって決めた以上、 C で使えるコードってのは7つしかなくって、その7つはメジャー、マイナー、マイナー、メジャー、メジャー、マイナー、マイナー、メジャーっていうふうに7つのコードが、まあこれ最後の1番と8番は同じ C から C ね、 C メジャーの D マイナーの E マイナーの F、G の A マイナーの B マイナーフラット5の C っていう風に、 C の曲で弾く、もしくは C のキーじゃないとしてもダイアトニックコードっていう呼ぶんですけども、という1個の曲のキーを1番とした時に、それで使えるコードは7個決まってて、で7番目の音はあんまり使わない、使うことはあるけどさっきみたいなアレンジっぽいベース音を8から7番8、7にした時に使うみたいな、そういう感じなので、基本的にはこうやってやってるけども、こっちはこっちの2つだけ、この6個がよく使うコードですよっていうのを知っといて、その6個のコードのうち1個は今もう弾いてるんだから、次のコードは何かなって探す可能性は5個しかないってこと。でその5個のうちこのメロディー、この音が入ってるのは何でしょうって探すと、5個のうち3つか2つしかないんですよ、コードは。で、それもよく、まあ、実は、似通ってるというかね、パターンがあるというかね、そういうことがありのが分かっていれば、コードは、実はこうやってやっていくと、メロディー一回弾いてみると、なんとなく分かっちゃうよっていうこと。これは今、アコースティックギターのこの辺で説明しました。これはまあアコギではあんまりこういう考え方はしないかもしれないんですけども、エレキギター的に考えてこっちの方でこう考えると本当はもっと面白いっていうね。例えば3弦5フレット、これ C ね、この C のこっからメロディーを3弦だけでずっと弾いていく、まあ3弦だけでメロディー弾いてみました。で C が最初、ここを押さえるコードっていうのはこの G なの、5弦の10フレットをルートとしたこの C ポーズにした、これここに音がある。まあ、D マイナーとか他にもここを押さえるコードはあるけども、まあこれはまあね、こうね、もうちょっと本当深く、まあいろんな本に僕は書いてるんですけど、もうちょっと深くいくとこの順番っていうのが、さっきメジャーマイナーマイナーメジャー、メジャーマイナーマイナーメジャーって順番が決まってるって言った、そのコードを一回弾いちゃうと、これ C でこれ D マイナー、
Em、F。と、G。Am。で、Bm なんちゃら。まあ、Bm なんちゃらは、まあ、今は置いといてと。実は音楽ってこんだけで弾けちゃうっていう。弾けちゃうよっていう他の動画で紹介はしていますけども、こっから始まったメロディー C のこの4弦3弦2弦の3本だけをこう弾いていくっていう、この C から始めてってやったところはこれでサウンドは合ってるのよ。で今度こっちのこれは Am なんだよ。ここは Em でこれだから、ここは F なので、入り口に戻った。で G、3弦だけでメロディーを弾いていこうと今しています。その3弦の真ん中がメロディーになるコードフォームっていうのを押さえて3本だけ弾いてみます。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。僕の弾いてるのはこれとこれと Am と Em と F C F G、 この5個しか弾いてないんですよ、コード名で言うと。今は僕はある種ベース音弾いてませんね。これはウクレレに近い考え方。ウクレレっていうのはこう、この3本弾いただけでも C っていうサウンドは出るし、実は Am っていうサウンドも出ちゃう、 Am7 っていうサウンドも出ちゃう。それはベーシストがドを弾いてたら C なわけですよ。でもベーシストがラの音を弾いてたらAm7 なのよ。っていう風にベーシスト、もしくは、ギターでいう6弦5弦、ベース音を弾かずにサウンドっていうのを探していくと、もう押さえ方っていうのはこういう縦3本っていう押さえ方と、な斜めっていう押さえ方と、このマイナーの3つしか本当はないんだな。ないんだなじゃなくてこの辺は説明難しいな。ちょっと短時間で今のを全部解説するのはちょっと難しいですけども、3弦だけでこうやってメロディーを探してって、そこでメロディーの始まった時の音で、フレーズが終わった時の音を今僕が言った指の形に当てはめて2つ探せば絶対どっちかが正解っていうことなんですよ。
まあまあこれあの耳コピーできる人は頑張ってみてください。耳コピーも何にもせずに何もかも教えてもらうっていうよりは、あの耳コピーしてもらって、それで自分の中でああなるほどって思ってもらった方が本当は上達していくので、いきますよ。今のアルペジオの右でどうやって弾いてるかをコピーしろって言ってるんじゃなくて、3本押さえてるとこがどこを押さえてるかをコピーしてくださいっていう意味です、うん、こうやってやっていくとギターってなんかパターン化してるじゃんっていうのがちょっとずつ分かっていくんですね。そうと、もうちょっと今のをあのかっこよく、 Am だけ遠いところにあるから Am だけ遠いなと、例えば Am っていうのはここに今の4弦3弦2弦が19、10フレットで押さえればこれも Am なんですね、うん、っていう風に1個のコードについていろんなポジションで押さえる方法を3箇所ぐらいずつ知っておくと、この辺だけですでに今のこの曲のサウンドアプローチっていうのはもう全部弾けちゃうんですね。でこれがまあエレキギタリストだったら、例えばこういう、みたいに、こういう弾き方ってあるでしょっていう、うん、こういうことっていうのは実はこうやって弾いてるんですよっていう、ちょっとエレキギターの話になっちゃったけども、単純なことを言えば、メイリさんの羊をメイリさんの羊は C と G7 だけで弾けるんだけど、メロディを弾いてみれば一弦開放から始まって、これはもうずっと C なわけですよ。で2弦の3フレットが来たら G なんですよ。でもう一回一弦の開放に戻る、まあここのこの音だけちょっと、まあちょっとあのどっちも C にも G にも共通しちゃう曲だけど、 G7 を今使うって決めてると、こうなるでしょと、根本的な音楽の、まあ、今ざーっと喋ってますけども、すごい音楽の基本中の基本は C と G っていう対抗馬があって、C の C から始まるメジャーマイナーマイナーメジャーっていうコード4つと、 G から始まるメジャーマイナーマイナーメジャーっていう4つのコード、こいつらが実は2列こうやって本当はいるだけで、でしかもこっちの7番8番さんは、8番はまあ C と一緒だし、7番さんはあんまり使わない、もしくは7番さんは5番さんの代理コードですと。西君で言うと、こいつとこいつがお友達。
で、残りの3つも、イサムくんといって、1番、3番、6番くん。6番くん。は、代理コード。コナンくん、西くん、イサムくん。この3つの集団が代理コードとして、コードを変えても使ってもいいよっていうコードが3種類って決まってて、ってことは、西くんとコナンくんだけ覚えとけば、残りの3つは、イサムくんは忘れても、まあ、思い出せるよ、残りの3つだからっていうね。ブワーッとまとめて言っちゃうと、まあ、いろんな本を、まあ、僕の本を読んでくれた方が、本当は、順番にもっとちゃんと丁寧に書いてますけどね、と。C と、イサムくんだから、3番の音、E マイナー。ムーは6番の A マイナー。この3つは代理コード。C、E マイナー、A マイナー。これは交換していい。交換していいから、実はチェリーという曲は、本当はチェリーという曲は C、G、F っていう3つのコードだけでも本当は歌えちゃう。ただサウンドとしてはそれでは味気ないから、今僕が言ったうちの C を A マイナーと E マイナーに交換してる。間に挟み込んでる。そうするとパッヘルベルのカノンと同じコード進行。というか、まあ、パッヘルベルのカノンがそういうコード進行なんだけどっていう。長々と喋ってきましたけども、まあ、今日はとりあえず、まあ、知らない曲のコードを探すときっていうのはメロディーを弾いてって、そのメロディーの主だったポジション、スタートだったり、最後だったり、フレーズの、を使ってるコードフォームを2つ3つあるから、それを順番に試していけば、知らない曲のコードっていうのは、わかりますっていうお話でした。じゃあね。